少林寺拳法西川口通り金子院長さんにお話を聞きたいと思います、金子先生とは実は私も30年ほど前に少林寺拳法をやっておりました。安行ですね、道院に私も通っていたんです。その時にも同門で今は道院長です、ね、大活躍の金子先生、少林寺のことをですね少し聞いてみたいと思います。これはおはようございます。今日は演舞会長で、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。少林寺を通して何を教えたいんですか。やはり、少林寺拳法は単なる運動やスポーツじゃないって一言で言えばそういうことなんですが、もちろん力はなければいけない、基本的な考えはやっぱり自分が強くなければ相手を助けることはできない、それはそういうことがあるんですけど、やっぱり強くなれば助けることもできるし、人に対して優しさを求める、それにはまず口先だけまず自己確立、自己確立って本当に簡単に言うと難しいようですが、難しいんですが、まず体を鍛えて、それからやっぱり自分が頼りになる、己をよるべとするっていう釈尊の言葉があるんですが、己をよるべにできる自己確立をする、なるほど、これが大事なんですね。だから私も言いましたけど、少林寺拳法は強くなるんだと、技を磨いて体を鍛えて強くなるんだけども、優しくなると。そうです ね、最後強くなればなるほど、だから少林寺やってる人はその上段に入段者になればなるほど、皆さんすごい穏やかで優しい人になると、そして余裕があってみんなのために何かつけてあげるよと、こういう気持ちの人が多いと、だからそう思ってですね、大好きですし、また応援してるんですけど、先生はもう何年やった36年です。初林寺初めて、道場は23年からですね。それで今西川口道院ということで、練習はいつやってるんですか。水曜日と金曜日ですね。場所はどこでやるんですか。場所は水曜日はこの西スポーツセンターをお借りしてやってます、金曜日は専用道場で。なるほどね、で先生のところには子供の国ですよね。はい、子供が結構多いですよね。そうですね、今少子化で以前より随分減ってるんですけど、今は小学生が15人ぐらいですか、だいぶ減りましたけど、ぜひ皆さんもですね、私のホームページの方にそういう西川口通りの情報は出しますので、よろしかったらですね、ぜひ一度やってみたらどうかなと、またお子さんを会話してみたらいいかなというふうに思います。今日はありがとうございます。ありがとうございます。気合というのはただ声を、もちろん大きい声を出してほしいんだけど、声を出すっていうよりかね、自分のお腹からこうつくときに、握るときに力をつくとき、開けるときは、ナイフ蹴りが当たるときに、お腹から力を入れる。いいですか。はい、もう一度、左中段。はい、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 今度は開き下がりをして上向きをします。で、上向きをしたら、蹴る、前の足で順繰り、はい、はい、蹴るときに気合を入れる、はい、はい、避けるときは、受けっていうのは相手がいると思って避けるんだよ。ただ手を出すだけじゃダメだよ。冗談だったら、まず相手、前に相手がいると思って顔を回す。それで避ける。はい、3、はい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 、先生か、はい、もう一度ゆっくりでいいからね、大きく正確に、はい、下を見ない、まっすぐ前見て受ける、手振りも、はい、はい、はい、消し、はい、消息。今日は
はい、ありがとうございます。高林、はい、ありがとうございます。こちらが、で、処理寺の例は、これが処理寺の例です。こちらが右前で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。